瀬戸際花嫁は、来る道のによる日本の4コマ漫画作品。4コマ漫画専門誌、漫画ライフオリジナルにて2005年6月号より、連載中。神戸市の山の手にあるとされる、架空のオーダーメイドウェディングドレス専門の、ブライダルブティック、クリソプレーズを舞台とし、様々な事情でその門を叩く難題を抱えた客と、それを解決するために活躍する同店のデザイナーで、ある、 緑川翡翠の奮闘を描いた作品。様々な事情で、ウェディングドレスをレンタル品で間に合わせることができずに、オーダーメイドで仕立てざるを得なくなった瀬戸際に立たされている花嫁たちの悩みや要望を、主人公である翡翠が、自身のアイデアを凝らした、様々なドレスで解決していく、というパターンが、各界の物語の提携となっている。その意味では、翡翠が主役であり、 翡翠自身を軸に物語が回る作品ではあるが、各回の真の主役は、その回の花嫁たちであり、翡翠たちは狂言回しと捉えることもできる作品内容となっている。以上のことから基本的には、個人経営の服飾デザイナーを中心に据えた、職業者としての側面が強い作品であるが、ストーリーによっては、ファンタジー的な内容で話の展開が行われる、 会が存在している。なお、こうした現実的な世界観と幻想的な世界観が入り混じるやり方や、プロフェッショナルなキャリアウーマンと、それを支える専業主婦の旦那という中心人物による物語構造は、後の同作者作品である、神主婦エンタなどにも受け継がれており、同作のルーツといえる作品でもある。翡翠の作品として登場しているドレスは、基本的には、 作者オリジナルのデザインによるものであり、2巻までは単行本上で物語に登場したドレス数着分のデザインラフが公開されている。ただし、参考資料として各種ブライダル雑誌及び同様のムック本にあたることもあり、そのデザインの影響を見ることもできる。単行本語館の著者跡書きでは特にはキリへの影響があることを述べている。単行本は同社より観光している。 バンブーコミックスより2013年9月現在5巻まで発刊。話のカウントはハッピー X。また本作単行本一巻の最後に同作者作品であるディアドイとパパパパラダイスとのクロスオーバー作品である d p s が収録されている。神戸市の山の手にオーダーメイドウェディングドレスの専門ブティッククリソプレーズを構えるドレスデザイナー。 緑川翡翠の元に訪れる花嫁たちは、それぞれが特殊な事情を抱えて悩む女性ばかり。翡翠は、そんな彼女たちの思いに応え、彼女たちの一生に一度の結婚を応援して、要望に即したドレスを作り上げていく。翡翠の作るドレスを身に嫁ぐ花嫁たちの姿を見た女性たちの間には、やがて一つの噂が生じる。 幸せな結婚をしたいならば、必要なものは五つ。何か一つ古いもの、何か一つ新しいもの、何か一つ借りたもの、何か一つ青いもの。そして最後にクリソプレーズのドレスを着ることだと。着てと告げば、絶対に幸せになれるドレスを求めて、クリソプレーズの門を叩く、瀬戸際の花嫁たち。それに応援と奮闘する翡翠。さらに、 翡翠の夫である壁の力添えも加わり、クリソプレーズは花嫁の幸せを支え続ける。ありがとうございます。